はいどうも皆さんえ今日本当はあげる動画があったんですけどもえー、ちょっと何て言うんですかねお客様にお願いお願いというか一部のお客様だけにのちょっと何んでお願いというか僕が思うことを言いたいなと思って今日の動画を撮っております。 えっと、本当に気分悪くして、あの、聞かないでください、本当に。これ、ただ僕、個人的に思う考えのことなので、あの、よかったら聞いてほしいなと思います。まず、その、なんていうんですかね、いろんな人に言われるんですよ。その、なんで、翼くんばっか、そんな出てるのって、結構な方々に言われるんですよね、お客様に。 座長もっと出してほしいとか、え花、ー、形もっと出して、和也君出してとか言ってくれるんです、お客さんも。そういう意見はすごい、僕自身も、なんですかね、ありがたいというか、劇団の形として作っていく中で、その、参考にさせていただく意見という形でありましてですね、すごいありがたいことなんですけども、やっぱり、みんなが出るのにも限界があって、なぜかというと、 うち人数がそんな座員さんが多くないのでの出そうと思えば何もでもみんな出れるんですよでもみんなの例えば着物の枚数の都合とかカツラの面数の都合とか考えた時に例えば10日間が3回あるわけじゃないですか30日間の公演だとでいっぱい出て出るのはいいんですけど例えば10日間 一ヶ月着きれる衣装がたくさん出ることに十10日間で終わってまうんですよね。ということは、残りのこの10日間の2個は、もう10日、10日、10日同じ着物カツラで出ちゃう場合があるんですよ、やっぱり。で、その中で、あのー、音響とか着替えとかなった時に、今の人数であると限界があると言いますか。で、僕も、 その花形にしてもマークにしても拓真にしても座長にしてもそうです座長はまあ、ちょ体調がやっぱ一番に悪いので最近は女方っていうのを控えさせてもらって僕自身頑張れるところは頑張って座長には体調を治すことに専念してほしいなっていう気持ちがほとんどでで花形に関してもちろんやっぱ双子で一緒にやってきて二人三脚でやってきたんで離れるつもりもないですし。 で、僕も大好きな存在なんでね、書ければ。大好きな、その、姉ちゃんも大好きです。家族みんな大好きです。その中でこう、やっぱり、舞台上では、若座長と花形っていう立場に置かれている上で、やっぱ仕事の時は切り替えるんですよ。で、なんですかね、仕事中は僕はもちろん、父親とは言いながら、座長にも敬語ですし、で、花形にはちょっと上から言っちゃう部分はあるかもしれない。 それも花形は分かってくれてると話し合った中で言ってくれて。んで、うん。僕自身は僕自身で一生懸命頑張ってるつもりなんですよね。自分の中では。でも、3、4年かな、それをずっと言われ続けて人の耳からずっと聞いてきて、僕自身もなんか、こう、辛くなったりというか、うん。自分で頑張って作り上げてきたラストショーを、 例えばなんで津田くんが真ん中とか言う人もたくさんいます。正直。なんで座長出ないのとか。たくさんいます。でもそれを、あの、悪く言ってるわけじゃないので、本当に、あの、気を悪くはしないでいただきたいです。で、なんてうんですかね。こう、例えば新しい群部の衣装を作りました。僕真ん中で踊りました。で文句を言っ いいただいただに僕自身はやっぱ辛くなるんですよ一応人間なんで舞台上で結構ねズバ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 言いたいこと言いますっていうタイプなんですけども正直言うと何て言うんですかねこう辛くなるというかこの俺が俺頑張っていいんかなっていうふうに正直思っちゃいます <laughs> はいお芝居も頑張って自分が考えたものをアドバイスというかけなされてしまった時が一番 辛いい時というか自分の中でもこうやってさしてもらってる以上は座長に前に出させてもらってる以上はみんなよりもっともっと頑張らなきいかんと思って着物かつら衣装着物,かつ着物という衣装一緒ですね着物かつらとかみんなの何十倍もなんか何ですかこうペースで作ってで今はね到底1ヶ月はお着物。 いたた頑張っっっら持つかなっていう程度にあったんですけどやっぱり一日で個人4本5本で出てて全部が全部1ヶ月にじゃあ2ヶ月後半2ヶ月とかで同じの金品かって言われたらそれは絶対ないんですけども1ヶ月は持つかなっていう感じまでいったのでで他の人がそうかって言われたらそうではないんですよ。やっぱりみんな毎日個人4本5本出てもらうのは構いませんが同じ着物を着て出た時に 一方の意見とこっちの意見違うんですということは他の劇団さんみたいにやっぱ形が違うのは僕あのうちの座長が体調が悪くて僕が座長代理みたいになってる時があるのでその時に疑問に思われる方々がほとんどだと思うんですけども例えばもし座長がめちゃめちゃ元気でバリバリやれるぞっていう状況なら僕もラストショーも端っこで踊ろうが何しようか僕は構いません。 工場を僕は喋らなあかろうが何でも結構です。でも、責任感っていうのは僕は自分的には持ってるつもりではいます。だからこうやってファンクラブを作ったりだとか、ホームページを作っていろいろ考えて、自分の中では一生懸命これからも舞台頑張っていこうという時に、やっぱりみんなのファン、ごひいきさんから僕は応援され続けたいです、やっぱり。うん。 僕を応援しろとかじゃなくてやっぱりかけるやったかける風やったら風やたくまやったらたくまこれを応援していく上で他のお客さんを潰したりとかすることは僕は絶対違うと思いますたくさんのお客様がそれを共感できるかどうか分かりませんが分かっていただけたら僕は嬉しいかなと思いますそれで例えば僕のお客さん僕はやっぱ劇団が一番です自分より 自分のお客さんが多いか、劇団沢村のお客様を増やしていくかって言ったら、僕は劇団さ村のお客様を絶対増やしていきたいです。で、やっぱり、この、僕はどうせ後を継ぐ側なんです。継ぐ側なので、この劇団さん村のお客様をいてくれたら、僕は後継ぐだけなんですよ。とは違って、やっぱり、他の人たちっていうのは、個人個人でやっていって、一生懸命自分一人が頑張る部分はもちろん必要です。 でもその中でお客様もそこでこう張り合って、張り合い方にもいろいろあると思うんですよ。私が頑張る、じゃあ私も頑張る。応援する、声出して、班長かける。これはすっごいありがたいです。僕たち役者側としたらすっごいありがたいです。でも、それで、あの子、ここ声やから、あんたファンやめた方がええで、とか、ここ声でって、あんた、本命は誰かやけど、どっかその本命の人が違う地方行った時に見に来てくれるお客様。そんな時に、 ああなた誰,誰ののにこう来かかんんかっていうううはは僕は違うと思うんですよやっぱり僕はも演じてる側も演じてる側であってもやっぱり客席のお話っていうのは聞こえてくる時もありますしお客様が送り出しの時お客さん同士でどういうコミュニケーションを取ってるかっていうのも見えてないわけではないのでそこら辺をちょっと何て言うんですかねトラブルになるお客様同士ってすごい多いと思うんです。 でみんながみんな本当そうって言ってるわけじゃなくてだから何て言うんですかねもっとみんなでみんなで劇団沢村を盛り上げてほしいですお客様は誰が誰のファンやから高校じゃなくてで誰かがお花つけるから私は高校みたいなは僕すごい嫌いなのでよかったら僕のお客様じゃない方も 僕のファンになってくれとは言いません例えばたくまのファン花形のファン和也のファンダチョウのファンな方でも結構ですんで第一に劇団沢村のどの子っていうのを考えたあげた方が本人のためにもなると思いますはいだからえ、ね、みんなでよかったら劇団沢村をもっともっともっと大きい劇団にしていくのには お客様の手が必要です。なんでよかったら、みんなで力を貸してください。よろしくお願いいたします。こんな話になって申し訳ございません。甘つばさんの大チャンネルでした。皆様、ありがとうございます。